俺の名前は木村雅人。ゲームやアニメが大好きな陰キャ気質の24歳だ。もしもし、母さん。こんな朝っぱらからどうしたんだよ。俺眠いんだけど。呆れた。あんたまた徹夜したわけ？ああ、そうだけど。いい歳していつまでも遊んでばかり。あんた、そろそろ結婚でもしたらどうなんだい？はあ？俺まだ24だけど。あんたの年には私もお父さんも結婚してたわよ。だいたいあんたはいつもいつも。うわ、また小言が始まったよ。10分後。たく、俺だって相手がいるなら結婚したいよ。ま、その前に彼女作るのが先なんだろうけど。もう2年も過ぎてるのに、我ながらめめしいよな。そう、俺は未だに元カノのことを忘れられないでいるのだ。アリサとは大学で知り合った。趣味が似ていたからか、気づいたらすっかり意気投合。へえ、ときめきファンタジアオンラインやってるんだ。うん、面白いよね。私もうレベルが上限まで行ってて。そして俺から告白し、交際を始めたのだが、ある日のこと、楽しみにしていたアリサのお誕生日デートをすっぽかされてしまった。もう待ち合わせから2時間だぞ。一体何やってるんだよ。その後は何度電話しても連絡はつかず、大学でも会えずじまい。頭にきた俺は一方的に別れようとメッセージを送ったものの、気づいたらアリサ大学を辞めてたんだよな。アパートまでもぬけの殻だったし、何があったのか知らないけど、一言くらい相談してくれたらよかったのに。2年前に買ったあいつの誕生日プレゼント、こいつも結局渡せずじまいだ。ほんと、どうしたもんかな。週明け。おや、マサト氏、なんだか浮かない顔ですね。実はさ、オタク、母親から結婚せかされてて。なるほど、それは大変ですね。あ、その前に、私の名前はオタクではなくオタクだです。こいつはオタクだ保つ。俺とは同期入社で、いろいろと気が合う大切な友人だ。ごめんごめん、冗談だって。ふむ、でしたら構いませんが。ああ、なんか母親を納得させる妙案でもないもんかね。そういうことでしたら、まず結婚相談所に登録してみてはどうでしょう。え、オタクだってそういうの使ってるの？いえ、私は利用していませんが、知り合いが所長をしておりまして、私の紹介なら利用料も少し安くなるはずですよ。へえ、そうなんだ。結婚相談所か、考えたことなかったけど、そういうのもいいかもしれないな。数日後、来てしまった。ときめき結婚相談所、ここがオタクダが言ってたとこか。緊張するけど、いつまでも元カノのことを引きずってたって仕方ないもんな。いい加減覚悟を決めよう。すみません、予約した木村ですが。いらっしゃいませ。それではこちらのカウンターに。げ、もしかして。え、マサトなの？こういったサービスは初めてですか？え、そうだけど。では理想のタイプを探して差し上げますね。まずはこちらの紙に必要事項をご記入ください。はあ、相談員が元カノってマジかよ。その後は尋ねられるがまま好みの女性について回答。アリサの方は終始事務的な対応だ。それでは資料を用意してきます。少し席を外しますね。わかりました。この対応、もう俺のことなんて何とも思ってないんだな。そして10分後。この人もダメ、この人も条件が合わないわ。あ、この人とかいいんじゃないかしら。本当に？どれどれ。あの、これって。私。いや、それはわかるけど。あなたの条件にマッチするのは私しかいません。いやいや、おかしいだろ。
大体なんで相談員が登録されてんだ。それでどうしましょう。もし好みの女性なら次はデートをセッティングいたしますが。またさっきから意味がわからん。デートはしませんか。私は好みじゃない。好みに決まってるだろ。じゃなきゃ付き合ってないし。だったら決まりね。そしてデート当日。まさか本当にデートする羽目になるとは。元カノの考えがちっとも読めない。まあもう一度ゆっくり話せるって考えれば悪くないかもだけど。ごめん、お待たせ。ああ、今度は遅れずに来たんだな。おかしくない？少し頑張ってみたんだけど。ああ、よく似合ってる。ほんと？よかったわ。驚いた。前は地味でもっと痩せてたのに、まるで別人だな。華やかだし、スタイルだって。じゃあ、行こっか。近いって。普通じゃない？デートなんだし。それはそうだけど。それより、マサトって今でもオタクなの？悪いかよ。全然、私だって好きだし。そうだ、行きたいところがあるんだけど。俺たちが向かった先、そこはオタグッズが豊富に並ぶ巨大な本屋だった。見て見て、マジカルミルの43話に登場したデーモンリリーのアクションフィギュア。ねえ、すごくない？神が宿ってるわ。ああ、ほんとすごいな。あれ、なんというかこいつ、意外と中身は変わってないんだな。時間はあっという間に進み、気づけばデートも終わりという頃合いに。それで、私とデートしてどうだった？は？どうって何？もし私が嫌なら新しく別の女性を紹介するけど。ああ、そういう。どうする？マサトはどうしたい？聞いてもいいか？どうしてあの日来てくれなかったんだ？俺ずっと待ってたんだぞ。それは、なんだよ。やっぱりごめん、マサトには話せない。は？話さないと。もう私と会ってくれない？そんなことないけど。あの日のことは気になるけど、こうして再会できたんだから。それからも結婚相談所を通じてアリサとデートを続けた。そして今日はアリサの部屋にお邪魔している。手作り料理をご馳走したいと言われたからだ。どうかしら、お口に合えばいいんだけど。すごい、俺の好物ばかりだ。覚えてたのか？忘れるわけないわ。はい、お口を開けて。いいから自分で食えるって。ダメ。はい、あーん。あーん。アリサっていいお嫁さんになれそうだよな。って何考えてんだ。1時間後。お皿片付けてくるわね。マサトはゆっくりしてて。ありがとう。今更だけど、ここがアリサの部屋か。なんだか女の子のいい匂いがする。これって男物だよな。まさか恋人のもの？いやけど最近は男物を身につける女性だっているし。お待たせ、せっかくだし飲まない？いいな。どうかした？別に何でもないから。そう？だったらいいけど。グラス取ってくるね。危ない。大丈夫か？ごめん、足が滑っちゃって。アリサの顔がこんな近くに。俺やっぱり今でもアリサのことが。悪い、やっぱり俺今日は帰るよ。いきなりどうして？明日仕事早いの忘れててさ。いや、何やってんだろうな。仕事なら仕方ないけど。何考えてんだ俺、危うくおかしな気分になるとこだった。それから数日後。いや、
無事に商談まとまってよかったな。そういえば相談所はこの近くだよな。もしかしてちょうどアリサも仕事終わったとこだったり。もうわざわざ迎えに来なくていいって言ってるのに。もうすぐ暗くなるんだぞ。何かあったらどうするんだ。はぁ、ほんと過保護なんだから。つべこべ言ってねえでさっさと帰るぞ。ま、アリサ、それに隣の男ってもしかして。なんだよ、彼氏いるんじゃん。やっぱり部屋にあったあの時計って恋人のものだったんだな。俺とデートしてたのだってきっと相談員のノルマかなんかで仕方なく。それからというもの仕事をしててもちっとも気分が乗らない。なんか振られたみたいな気分だ。いや、そもそも何も始まってなかったわけだけど。顔色が悪いですが大丈夫ですか？ああ、ぼーっとしてた、ごめん。平気だよ。なら良いですが。そういえば結婚相談所の方はどうでしたか？ああ、せっかく紹介してもらったのにごめん。俺には合わなかったみたいだ。ああ、そうでしたか。それは残念です。このままダラダラ契約してたって仕方ないよな。次の週末俺は久しぶりに結婚相談所へ。マサト、心配してたのよ。ずっと連絡なかったから。ごめん、仕事が忙しくてさ。そうだったんだ。それで今日はどうかしたの？ああ、それなんだけどさ、もう解約しようと思って。え？どうして？理由を聞いてもいい？それは、ほら、なんていうの？どうせなら結婚相手は自分で選びたいっていうか。私じゃ満足できない？残念だけど。それなら他の女性を紹介することも。いや、満足がどうのって話じゃなくてさ、とにかく解約を。そんな理由じゃ納得できない。ねえ、もう一度私とデートして。今度はもっと頑張るから。はあ？なんでそんな話になるんだよ。お願い。それでダメならおとなしく諦める。詳しいことは後で連絡するわ。じゃ、勝手に決めるなって。あの後結局アリサに押し切られてしまった。あいつ何考えてんだろうな。そんなにノルマが大事かよ。会社から。はい、もしもし。アリサの気持ちがよくわからないまま数日が過ぎ、そしてデート当日。はあ、急なトラブルなんてついてないな。クレーム対応してたらもうこんな時間かよ。待ち合わせて20時だっけ。アリサまだ待ってるかな。いやいや、別に約束してないし、向こうが勝手に言ってただけだし。あれ、これなんで。あ、そっか、この間間違ってカバンに入れちゃったんだ。その大丈夫ですか、マサトシ。あ、大丈夫って何が。さっきから何度も時計を気にしてますよね。本当は何か予定があったのではないですか。あ、それは。詳しいことは存じませんが、約束があるなら今からでも向かってみては。出ないと後悔するかもしれませんよ。その通りだ。また同じことを繰り返すつもりか。せっかくこうして会えたんだ。素直な気持ちを伝えなくちゃ。残りの仕事は私一人で十分です。さあお急ぎください。ありがとうオタクだ。この借りは絶対に返すから。俺は限定フィギュアで頼みますぞ。アリサ、お願いだからまだ待っててくれよ。その後急いで待ち合わせ場所に向かったが、はあ、電話しても繋がらなかった。やっぱりもう帰っちゃったかな。いや、いたけど、あれって。もう22時過ぎてるぞ。風邪でもひいたらどうする。早く帰るんだ。いやよ、絶対に帰らない。帰りたいなら一人で帰って。な、
こっちは心配して言ってんだぞ。そんな心配頼んでないわ。何を揉めてるんだ。いや、今はそんなことより、やめてください。彼女嫌がってるでしょ。なんだお前、関係ねえやつが口を挟んでんじゃ。関係なくない。こいつは、アリサは俺の元カノです。は？ダサいって分かってるけど、今でも俺アリサのことが気になってる。彼氏ならせめてもっとこいつに優しくしてやってくださいよ。マサト、彼氏ってもしかして俺のこと言ってんのか。え、そうですけど。な、どうして笑ってるんだ。そんなに俺が言ったことっておかしいかよ。あ、悪い悪い、つい面白くて。なんつうか、あんた勘違いしてるぜ。どういうことですか。この人私の兄さん。ジュース、兄のケンだ、よろしくな。じゃあ部屋にあった男物の腕時計って。ん、ああ兄さんのだけど。ああ、やっぱり忘れちまってたのか。探してたんだよ。そんな、じゃあ全部こっちの勘違いだったってこと。連れが来たんならまあいいや、あんま遅くなるんじゃねえぞ。なんというか、待たせてごめん、急な仕事が入っちゃって。謝らないで、私が勝手に決めただけだし。それよりさっきの言葉って。あ、いや、覚悟を決めろ。気持ちを伝えるって決めたじゃないか。自分から振っておいて勝手だって分かってる。けど俺、アリサのことが今でも好きなんだ。だけど新しい恋人がいるんだって勘違いして。それで。そっか、だから解約したいなんて言い出したんだ。誤解させちゃってごめん。マサトにはやっぱりちゃんと話すね。実は私ずっと病気だったの。マサトと付き合ってた時も。え？お医者さんからは長く生きられないって言われてた。嘘だろ。心配しないで、今はもう元気だから。私ずっと普通の恋愛がしてみたかった。だからね、病気のこと隠してマサトと付き合ったの。けどあの日、デートの前に容体が悪化しちゃって。話によれば、アリサはそのまま意識をなくし、何日も命の瀬戸際をさまよった。その後奇跡的にドナーが見つかり回復。しかしその頃には俺の連絡先はすでに変わってしまっていた。兄さんが過保護なのはね、未だに私の体調を心配してるからなの。ほんと困ったものだわ。そうだったんだ。けどそういうことなら再会してすぐ言ってくれたら。ごめんなさい。けど病気だったことを知られたら嫌われるかもって思って、また振られたら嫌だし。そんなことしないって。本当に相談所で再会した時は驚いたわ。もう二度と会えないかもって思ってたから、思わずデートに誘っちゃった。こっちも驚いたよ。けどさすがにそれって職権乱用なんじゃ。平気よ、所長にはちゃんと相談したもの。元彼だって話したらすぐに応援してくれたわ。ああ、オタクダの知り合いっていう人か。遅くなったけど、私もマサトのことが好き。会えなくなってからも一度だって忘れたことなかった。アリサ、ありがとう。何も知らずひどいメッセージを送って悪かった。そのアリサに受け取ってほしいものがあるんだ。ん？アリサが好きだ。もう一度俺の彼女になってほしい。は、嬉しい。なるわ、私マサトの彼女になる。その後俺たちは再び交際を開始。オタクダとアリサのお兄さんも俺たちを祝福してくれている。ちなみに結婚相談所は正式に解約した。彼女できたって話したら母さん大喜びだったよ。へえ、そうなんだ。これならもう
うるさく結婚しろなんて言われないだろうな。しばらくは自由を満喫できるよ。それどういうこと？あれって婚約指輪じゃなかったの？マサト、私とは結婚してくれないの？そんなに独身がいいの？え、いや、そういうわけじゃ。とにかく落ち着いて。そんなの無理よ。ねえ、結婚式はいつにしよっか。私、早くマサトの赤ちゃんが欲しいわ。ね、この調子だと母親に孫の顔を見せる日も割と近いかもしれない。まあそれならそれで望むところだ。ミルです。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。優しいあなたが大好きです。もし時間があればもう一本だけ他の動画